はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日はねこの MH23 のワゴン R で、このワゴン R、 まあ似たようなね色の車うち結構何台かあるんですけど、これはねちょっと前の動画で下取りをしたねワゴン R を整備して商品車にする、台車にするっていう系のね多分車出てきたと思うんですよね。でこの車がね売れましたので、まあまたねと渡す前のまあ準備ですね、そちらの方をします。でまあ一応車磨いたりとかね、その辺をして、あとね鈴木車がルーフのね色あせ、まあこういうボンネットとかもそうですけど、天面にねなる部分ですよね、その部分のね色あせは割と多いんじゃないかなと思います。でスポイラーはねボロボロになってたんで一回塗ってるんですよ。で今度ね天井の方がだいぶね色がちょっとこう抜けるっていうか、まあクリアがだいぶあせてきてるんで、一回磨いてからまあ、コーティングですね、ガラス系のねコーティングをね一発入れようかなって思ってます。でそちらの方をして、あとねまあ付属品の取り付けですね、前の車からまあナビ移したりとかするんで、まあその辺をちょろっとやってっていうところなんですよね。でその辺を作業します。で整備の方はもうねバッチリしてる状態でね出来上がってるんで、もうそれねやることもないっていうところですね。で車の方もね一応まあ、展示してた時に磨いてはいますけど、まあどうしても置いている間にね汚れたりとか、まあ水垢がついたりとかねしてるんで、一回磨いて、でそっからね天面はガラスコーティングね、それ以外はね、まあ、ワックスをかけるっていう流れですね。それではねこちらの方のね作業やっていきますので、皆さんご視聴の方お願いします。はい、じゃあね今から車の方を磨いていきます。使ってるねコンパウンドは細めのコンパウンドで、でね使ってるスポンジはねソフトスポンジの方を使ってます。黒系なんでねハードスポンジになるとどうしてもね磨いた後の白ボケ感が出るんですよね。ですのでまあソフトスポンジと細めのコンパウンドの組み合わせでやっています。まあそしてね、スズキの車のまあ特に多分このカラーのような気がするんですけどね、イメージ的には天井とかボンネットがね白ボケするような感じ、白くなってもクリアがね死んじゃったみたいな感じのやつですよね。そういうのって結構見るんじゃないかなって思いますね。でこの車はねまだ割といい方ですね、全然。ただねスポイラーはもう正直ボロボロになってたんですよね、過去に。だから昔ねその時にスポイラーだけは塗り直してるんですけど、まあね今度はね天井面ですね、ボンネットはまだそこまでないですけど、天井の方がね若干白くなってるんで、まだね磨けば綺麗になるっていうところなんで、そこでね磨き上げて、でそこからねしっかりとガラス系コーティングですね、まあそこをすることでまあしばらくはねまあ持ちがね良くなるのかなっていうところですね。あとはもうね乗ってくれるオーナーがしっかりとねまあワックスかけたりとか、そういうねメンテナンスをしないとまあすぐねボロボロに、ね、やっぱりなっていくんでですね、まあ、とりあえずはまあ一時はノーメンテでもね大丈夫なような感じでガラス系コーティングをするっていうところですね。まあしっかりとねこういう風に磨き上げて、まあツヤツヤにねしておけば、まあね乗り出すときは気持ちよく乗れるのかなとは思いますけどね。そしてねまあ使うポリッシャーをねこれねギアアクションでねやってるんですけど、やはりねダブルアクションよりギアアクションの方がねもうちょっとねこう綺麗に落とせるんでね、汚れとかも。で回転ポリッシャーはね使うのが難しいんで、まあよっぽどじゃなければねこのギアアクションとかぐらいでねやると非常にね効果的にね磨き上げれるんじゃないかなって思いますね。はい、じゃあね今からね磨きとねワックスが終わりました。で天井面だけねワックスかけてないんですよね。で今回ねこれですね、このクリスタルプロセスのねガラスコーティング剤をします。スズキの車のねルーフとかスポイラーってねボロボロになるんですよね。でこのスポイラーはね一回塗ってるんですけど、ルーフはねやってないんで、このガラスコーティングで膜を作ってね塗装を保護するっていう方法でいきます。それではねまずコーティングをする前に脱脂ですね、今こちら脱脂剤の方をね塗っています。でこうしてやることでね脱脂の方をしてやって、1回目、ね、磨いてるコンパウンドですね、そちらの油分をね除去しています。でノンシリコンとかのコンパウンドですよね、そういったのをね使えば、まあ、こういう脱脂をする必要はないっていう風にねメーカーは言ってるんですよね。あ、ちなみにね今回使ったコンパウンドは普通にまあ油分があるやつなんですけど、ノンシリコンでまあする場合はこういう風にね脱脂はしなくていいってメーカーの人は言ってるんですけど、まあ、うちの場合はねもうそれでも一応脱脂します。ねノンシリコンだからって絶対じゃ油分がないのかっていうと、おそらくですけど、そのノンシリコンを名乗れるのに多分最低でもねどれくらいを下回っとけばいいみたいなのがあるんじゃないかなとおそらく思うんですよね。だからねまあ大丈夫だろうって言ってるんですけど、まあそこは信用せずにねこういう感じでしっかりとね脱脂をするっていうとこですね。
はい、じゃあね、今からね、ルーフの方をね、じゃあコーティングしていきますね。まずはね、このキムタオルで今やってるんですけど、こちらにね、染み込ませて、で、こういう風にね、塗っていくと。で、一度にね、広範囲をするとね、ムラになったりとかするんで、まあ狭い範囲でね、やります。で、この塗り込む時のね、専用のスポンジっていうのが大体はあるんですけど、今回はね、もうルーフしか塗らないんでね、もう使わないですね。で、キムタオルでやってるんで、キムタオルの場合は今度ね、ボロボロになったりとかするんで、途中でね、変えながらね、まあやってるっていう感じです。スポンジもね、一回使い切りなんですね。結局、施工が終わってね、もう一日ぐらい経つとね、カチカチにね、固まってしまうんで、ですのでね、使い捨てなんで、もうルーフ1枚でね、使うんだったら、もうこういうやり方でね、やったりとかはしますね。でもうまくやる、上手にやるコツとしては、やはり狭い範囲でね、少しずつやっていって、そしてね、塗った後に綺麗に拭き取るっていうところが大事じゃないのかなって思いますね。でやっぱりね、こう塗ってるとこと塗ってないとこ、ちょっとね、上からね、撮影すればよかったんですけど、塗ってるとことね、塗ってないとこでやっぱツヤがね、全然違いますね。だからこういう風にね、塗ってやるだけでもね、ツヤがね、めっちゃ出ますね。で、そのね、塗ったね、コーティング剤が固まって、まあ要は簡易クリアみたいなもんですよね。そういった感じで、1枚膜を貼るんで、そうすればね、持ちもいいと。まあ、おそらくね、まあ、炎天下でもう特にメンテナンスをしないんであれば、まあ、1年ぐらいじゃないかなと思うんですね。よくて2年持たないんじゃないかなと思いますけど、まあ、それでもね、クリアの本体の方にね、ダメージを与えることなくね、表面だけのね、ガラスコーティング剤だけをね、まあ、どん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 悪くなっていって、そこからのね、まあ、クリアの層に入っていくんじゃないかなと思うんで、まあ定期的にね、まあ1年おきにメンテナンスをするとか、もしくはね、やっぱりこれを施工した後に、まあワックスとかをね、ずっと洗車のたびにね、ルーフだけかけてやるとかすれば、まあ全然持つんじゃないかなと思いますね。傾向としてはね、やっぱりスズキの車の、通常のね、塗装ですよね。だから、パールなんかのスリーコートパールとかですよね。あっち系はね、割と塗装がいいんで、ね、持ちはいいんですけど、やっぱりね、塗装の上にね、もうクリアだけ塗ってるっていう層の厚みの問題じゃないかなって思うんですけど、まあ若干ね、こう、やっぱり弱いですよね。結構スズキ車でね、まずはウィングの部分が剥げてるのが多いかなと。で、そっからまたね、ルーフがこう白くなってるのが多いかなって思いますね。やはりうちのお客さんでもね、このカラーのね、ワゴン R 乗ってる人とかでも、結構天井がね、もう白くなってる人とかもね、いますもんね。はい、それではね、今度はね、磨きも終わって、コーティングも終わったんで、今度は付属品取り付けですね。で、前の車からね、外したナビですね。そちらをね、今度こちらの車にね、まあ取り付けてます。で、まあフィルムアンテナなんかはね、もう再利用できないんで、フィルムアンテナキットがね、あったんで、そちらを購入して、今取り付けてる最中。そしてね、今回の作業はもう全部ヨーマンくんが一人でやるっていうところで今やってます。まあ、ナビのね、取り付けなんかももういつもやってればね、もう説明書も何も見なくてもわかるんですけど、やっぱりね、普段やらない人からすると、まあなかなかね、難しいのかなっていうところですね。で、まあ配線はね、今回はもう全部ね、助手席側の A ピラーに飛ばしてます。もうね、運転席側の A ピラーを外して配線をね、通してもわかったんですけど、まあね、こう彼のね、まあスペックを考えた時にね、まあ楽な方がいいのかなっていうところで、もうね、あと時間も短縮するためにね、片方側から全部通して、助手席側の方がね、やっぱグローブボックスとかも外れるんで、まあ作業性はしやすいんでですね、まあ、全部そちらにね、飛ばしているっていう感じです。まあ実際ね、カーナビなんかはね、もう10年、15年前のカーナビと比べるとね、今なんかもうめっちゃ取り付け簡単ですからね、フィルムアンテナ貼ってね、ナビのね、テレビ線を引く以外の部分はもうほぼオーディオと変わんないっていう状態ですから、過去のね、カーナビなんかはね、ナビと別にね、テレビユニットだとかが別であるみたいな、ね、今はもうデッキの中に内蔵されてますけどね、昔はね、ユニット別とかが多かったんで、助手席のシート下にね、テレビユニットとかを置いて、そこから配線引き回したりとかっていうのがね、昔のナビはあったんで、配線は多いし、そして昔の車はね、デッキ裏が狭いんで、配線の束をね、綺麗に束ねてね、かわさないとね、最後デッキが入んないっていうのがね、多かったんですよね。今はね、やっぱりナビ裏がね、広くなってるんでね、全然スカスカなんでね、少々配線があってもね、全部収まるっていう感じですよね。だから今のカーナビ取り付けなんかはね、全然ね、楽なうちですよね。まあ、あとはね、どれだけね、ナビのスペックがあって、そのいろんなものをつけなきゃいけないかとかでも変わるんですけど、まあ、最近ではね、5.1 のね、ナビとかもあんまり見ることもないんで、
まあそういう意味ではね楽なのかなって。だから外部のねあのサブファス出力とかもうそういうのがねあのついてないのとかも非常に多いですよね。まあ、昔はねやっぱりそういう風にでオーディオにこだわるアンプをつけるとかねそういう時代でしたけども、今もうほとんど聞かないですねそういうのはね。まあナビはついて音も鳴ればいいっていうぐらいな感じなのがもう今の当たり前なのかなっていう気はしますね。はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。まあ今回ね作業はね全部あのヨーマンくんがねやってくれました。でまあねガラスコーティングのね天面だけやりました。まあボンネットの方はねまだ全然色ツヤがいいんで、まあルーフの方ですね、そちらの方のこのモールから内側だけなんですけど、そちらの方だけね施工してます。まあ、これをねしてやることでまたねあの多少何はね持ちが良くなるんじゃないかなって思うんですね。あとはまあね乗る人がね定期的に車なんか洗ったりした時にねちょっとこうワックスとかかけてやるとねもっともっと長持ちするんじゃないかなって思いますね。まあ、あとはね、まあ、付属品の取り替えですね。まあやはりねヨーマンくんがねあんまり慣れてないんでね、まあ作業するのにも時間はかかりましたけどね、まあなんとかつけました。まあ途中で、ね、ちょっともうどうにもならないんで手伝ってねやった部分もありましたけど、まあこういう感じでねこの車の方もしっかりとね仕上がりましたので、まああとは引き渡すだけっていうところですね。それではね皆さんまた次回新しい動画ありましたらアップしますので、少々お待ちください。